今回は朝廷寺社の統制を勉強していきます。またまた江戸時代について勉強していきましょう。まず1615年、禁中並びに公家諸法度っていうのを幕府は出します。当時、ごみずの天皇がやっていました。この禁中並びに公家諸法度は何かって言ったら、天皇や公家の、職分や、権限を、規制していく法になります。第一条には、天皇の行うべきことを、天子諸芸能のこと、第一恩学問なりっていう風に言って、学問をやりなさいっていうことを天皇に命令します。で、武家転送っていうのを作って、公家の中から特定の人を選んで、公家とか朝廷の内情を報告させるっていう、武家転送っていうのを作りました。で、朝廷の、領地、皇室の領地っていうのは禁裏御領っていうふうに言われます。で、どれぐらい皇室に与えたのかって言ったら、本当に必要最低限の量しか与えられなくて、徳川家康の時に、1万石ぐらいで、その後も、1万石ずつぐらいしか増えていなくて、大変少なかったです。で、徳川、秀忠の娘、徳川和子っていうのがいたんやけど、それを、後水の天皇の中宮にします。このようにして、幕府と朝廷と関係を持つっていう、朝廷政策を行いました。で、この後徳川和子は、東福門院っていう風に呼ばれます。で、紫衛事件っていうのが起こりました。これ何かって言ったら、また後水の天皇が関係していきます。後水の天皇が、僧侶に最高の栄誉を与えようとしたのを、幕府に制限されるっていう事件が起きます。この最高の栄誉っていうのは、この紫衛っていう言われるやつなんやけど、そのお坊さんの最高の人は、紫色の着物を着ていいっていう風に、紫衛を与えようとしたんだけど、それを幕府に制限されました。で、それに抗議しようとした、後水の天皇は、自分の位っていうのを、天皇の位を上位して、次の世代に、渡すっていう事件が起きました。
で、天皇の身内っていうのは、慶安年間を最後に、認められなくなっていくようになります。でまた紫衛事件では、罰せられた人物として、タクアンっていうのがいました。タクアンは、大徳寺の僧でした。それが出羽の国に流されることになります。で、1665年には、諸州人員法度っていうのを出します。これは何かって言ったら、本山末寺っていうのを作ります。本山、末寺、各宗教で、例えば浄土真宗やったら、浄土真宗の本山っていうのを定めて、でその末寺っていうのを、末寺っていうのを、この本山が、統制するっていう、ような、制度を取りました。で、本山が中心寺院で、これが、末寺は一般的な寺院で、本山がこの末寺を統制するっていう形をとって、浄土真宗の本山、本願寺っていうのがあったんやけど、これはなんか、勢力が大きくなりすぎたので、東西に分けられることになりました。また、寺受け制度っていう制度を作ります。寺受け制度。これは、何のために行われたんかって言ったら、キリスト教を、この日本に持ち込まないようにするため、日本から断絶するために、この寺受け制度を作りました。これはもうキリシタンではないことを証明するために行ったもので、すべての人々を寺院の檀家として、宗門改め帳に登録することになりました。だから誰もが、お寺にその登録されるっていうことが起きて、そのキリスト教をキリスト教ではないっていうふうにさせます。また、修験道とか陰陽道っていうのは、容認されます。しかしキリスト教はダメで、また日蓮宗の不樹不世派っていうのもあるんやけど、それも弾圧されます。日蓮宗、不樹、派っていう 宗派があったんやけど、これは、受けずほどかさずっていう風に書いてある通り、日蓮宗ではない、日蓮宗を信仰しないものっていうのは、施しをするべきではなく、また施しを受けないっていうような、施しを受けないし施しをしないっていう風な、もう日蓮宗を信仰しとう人だけみたいな宗教があったんやけど、それを不樹不世派って言って、日蓮宗の。それも、弾圧していきます。で、このキリスト教を弾圧するために、絵踏みっていうのを行いました。絵踏みっていうのは、イエスと、聖母マリアの肖像画があったんやけど、それを、踏んでみろっていうことで、その
肖像画の板を、一人一人に踏ませて、キリシタンではないっていうことを、証明するっていう絵踏みが行われました。でこのイエスとか、聖母マリアの、絵が描いた板っていうのは踏み絵っていうふうに言われます。だから行為が絵踏みで、その絵のことは踏み絵っていうふうに覚えておいてください。でまた、大幕宗っていう宗教が出てきます。大幕宗、これを作ったのが隠元隆起っていう人物が日本に持ってきます。これは17世紀半ばですね。17世紀半ばなんで1600年代です。で大幕宗は、宇治の万福寺を、宇治の万福寺が結構有名です。京都の宇治ね。でこれどういう宗教やったんかって言ったら、禅宗の一派です。禅宗の一派です。で、まあ、大体臨済宗のような宗教だったっていうふうに言われています。これで簡単に江戸幕府の朝廷の統制とか主に宗教をどのように統制していったんかっていう話を終わります。ありがとうございました。